日食2012年5月20日の日食ニューメキシコ州アルバカーキにおける観測を GIF アニメにしたもの茨城県鹿島市における観測2012年5月21日7時35分頃時系列画像愛知県における時系列画像アメリカのテキサス州における観測台湾のキールン市における時系列画像2012年5月20日の日食は2012年5月20日に 観測された日食である。この日食は中国南部、日本列島、太平洋、アメリカ合衆国西部などで、現地時間の2012年5月20日あるいは21日に観測された。20日21日と2日間にわたっているのは食の経路が日付変更線をまたいだためで、先にアジア地域で21日の朝に見られた後、北米地域では20日の夕方に見られたことによる。 この金管日食はサロス番号128番で984年に南極で部分日食として始まり徐々に北上して行ったものである。今回のサロスの3周期前にあたる1958年4月19日には2012年の場合より若干南を食の北限海線が通過したため日本本土で金管日食を見ることはできなかったが南西諸島北部から 伊豆諸島北部では、好天に恵まれて、金管日食が観測できたほか、日本本土でも深い部分日食が見られた。その後、サロス番号第128の金管日食は、1976年には、中心食体が大西洋からアフリカ北西部を経て、地中海から南アジアに達し、1994年には、北、太平洋東部から、北。 アメリカを通過して、大西洋を横断、北アフリカ西端に中心食体が達した。2012年の次の周期にあたる2030年6月1日には、食の経路はさらに北上し、北海道を夕方近くに中心食が通る。2012年5月の金管日食では、21日の夜明けとともに、半影がスカンディナビア北部から、 ユーラシア中部を通ってインドネシア付近に至る広い範囲で地球に接し、基本影の中心線は中国とベトナムの国境からやや東に行った南シナ海沿岸沖で地球に届いた。その後基本影は中国の南シナ海沿岸に沿うように通進し、台湾北部をかすめて日本列島南部を通過、北、太平洋を北上してアリューシャン列島中央部付近のすぐ南で、 守護線中心色となり、日付変更線を通過5月20日に戻り、その後南寄りに進路を転じて北、アメリカに達し、カリフォルニア州とオレゴン州の境界付近に上陸、ニューメキシコ州南西部で日没と共に終わった。半影の前半は中心色に先行して北アメリカ大陸を投進したが、東海岸に達する前に日没となって地球を離れた。 近間日食の中心食体が日本列島の南側を通過し、九州地方南部、四国地方南部、近畿地方中南部、中部地方南部、関東地方では近間日食のまた中心食体の外側の日本列島の全域では部分日食の観測可能域となった。日本気象協会では、ジャウィ10日間予報を用いて作成した日食当日の朝における 日本各地の天気予報がわかる予想天気マップを5月11日より20日まで毎日公開した。多数の自治体、報道機関がよそ見などで事故を起こしたり目を痛めることのないよう注意を呼びかけたほか、登校時間をずらす小学校もあった。当日は日本の広い範囲で曇りとなるとの天気予報が出ていたが、東京では雲の合間から金感日食が観測されるなど、 多くの地点で、金管日食や部分日食が観測された。この金管日食に伴い、日本では太陽観測用グラスが爆発的に売れ、ビッグセン製品は200万個を出荷、健康的な製品のキャラクター付きグラスは100万個を販売した。怪奇日食と違い、金管日食では強い光を放つ太陽の高級が、直に見えるため、ラガンでの観測はもちろん、 すすでいぶしたガラスやサングラス等でも目に危険で、この金管日食を観察した人の中には目に異常を訴える者も,も現れ、1000人ほどが眼科を受診し、そのうちの一部で目に異常が継続している。日食網膜症に罹患した可能性も指摘されている。また、金管日食の最中に男児が3階の窓から転落する事故が発生しており、この男児は、 金管日食を見ていて誤って転落した可能性がある。金管日食が見られた主な地点は下記の通り。金管日食が観測されたのは東京では173年ぶり、大阪では282年ぶり、名古屋では932年ぶりとなった。なお、日本国内において見られる次回の金管日食は 北海道で2030年6月1日の夕方となる。日本を含む世界各国での観測予測時刻などが NASA の e ク l プスサイトにある JavaScript ソーラーエクリプスエクスプローラーで算出可能。例えば今回の日食の場合、カナダのバンクーバー市では太平洋夏時間の2012年5月20日の16時58分41秒に 始まり18時14分53秒に最大、アメリカ合衆国のロサンゼルス市では、同17時24分59秒に始まり18時38分15秒に最大という予測がされていた。中国西部、東南アジアの大部分で日出退職となり、中心食体はマカオ、香港、アモイ、台北を通過して、近環日食が見られた。 また、中国東部やシベリアなどでは、日の出後に部分日食となった。中国南部の広東省の主要都市広州市で、小雨が降ったため、金間日食が観測できなかった。広州に近い香港でも曇りで金間日食が観測できなかったが、一部の地域で金間食の始まりの前、または終わりの後の部分日食が観測された。広東省の東にある、 福建省の泉州市とアモイ市では、金管日食の観測が成功した。台湾に管轄され、台湾本島より、中国福建省に近い金門島と馬祖島でも良い、天気に恵まれて観測が成功した。一方、台湾本島では、金管帯が通過した北部のうちの両風景、特定区などごく一部の地域だけで、金管日食が観測された。 アメリカ合衆国本土では、1994年5月10日以来となる金環日食であり、かつ21世紀で最初の中心食であった。アメリカ合衆国本土における次の金環日食は、2023年10月14日になる。ある日食が起きると、その18年と10日と8時間後に、また太陽、かつ地球がほとんど同じ位置に来るため、 また日食が起こる。この周期をサロスと呼ぶ。怪奇日食または近環日食が見られる周囲に広がり、太陽が完全に月に重ならず、部分的に欠ける部分日食が見える。怪奇日食の場合は、月が太陽が完全に隠してその影が地球上に落ちるが、月の視直径が太陽より小さい場合には、本影は地球表面に達する前に一旦収束して、 月の周囲から太陽が細いリング状に見える、基本、影が伸び、地球上に落ちる。無論、中心色体はほぼまっすぐ進んでいるが、地球の地軸が傾斜した状態で自転しているなどの影響で、色の経路は曲線を描く。1839年早朝に、江戸近間色体が通過。1730年、朝鮮半島北部から近畿地方を通る。 金管日食があった。1080年、九州から関東地方まで広範囲を覆う金管食体が通過した。今回の食であるサロス番号128番に属するもので、1サロス前の金管日食である。1995年の金管日食、1997年の回帰日食。ありがとうございます。